アンノ・マレヨノは、日本の女性声優、歌手。a ベ x Pictures フライングドッグに所属。宮城県東田郡枠屋町出身。旧芸名は、メ・サワ・マレヨノ。京都府で生まれて間もなく、宮城県へ引っ越し、3歳から11歳まで、東田郡枠屋町で育ち、小学6年生から、東京都で暮らす。声優を目指したきっかけは、9歳の頃に、 怪盗繊維とテールの特別番組を見たこと。アフれ込み着映像を見て、アニメの裏側で活躍している声優の存在を知り、この職業に就きたいと感じた。高校生の頃、エイベックスアーティストアカデミー声優タレントコースに特待生として入学する。2011年、アニメ映画、絆一撃のとどろき絆役で主役デビューを果たす。歌手としては、 アイドルマスターシンデレラガールズ、ワルキューレなど複数の声優ユニットに所属し、2017年7月にミニアルバム、涙でフライングドッグからソロデビューした。2019年1月、全世界大賞のグローバルファンクラブ、アンノケを開設。2020年1月、出身地である枠屋町の PR を担当する枠屋町うご大使に就任した。 趣味は自転車とバスに乗ること、漫画、日本酒。愛用の電動アシスト自転車で仕事場に通ったり、オフにはポタリングを楽しんだりする。日本酒は新生酒造のナンバー6という銘柄が気に入っている。パーソナリティを務める FM 横浜のラジオ番組では、日本酒のおすすめの銘柄や美味しい飲み方を紹介する今週の一本というコーナーがある。他に、 好きな飲み物はカフェラテ。特技は苦いと歌、書道。中学生時代は漫画に夢中になっており、一時は漫画家になりたかったほどで友人と一緒にラブコメディもの漫画を描いていたりもした。サインを書く時には、その時に演じたキャラクターのイラストをサインの左下に添えることが多い。高校生時代は演劇部で活動し、演劇に熱中することとなる。 自分の性格は、のんびり、ゴーイングマイウェイ、長所は、変なところで、ポジティブ、短所は、うっかりや。ザウの名は、愛と笑いが世界を救う。忘れ物や勘違いなど、心なごませる、天然エピソードが豊富で、公式ツイッターで、マネージャーが、今日も平和ですというハッシュタグ付きで報告している。声優用成書時代に、マクロスフロンティアの、 ランカリー役の歌姫オーディションに応募し、2時か3時審査で落選したが、合格者の中島愛が同い年だったので、応援していた。人生初のライブ参加は、中島のファーストライブツアー、渋谷アックス公演で、その時聞いた、青のエーテルのライブバージョンが忘れられないと語っている。太字はメインキャラクター。アニメ映画はインターネット配信。は、インターネット配信。 ありがとうございます。